じゃあ、説明をさせていただきます。先ほど、経済学部の税務会計学科の方でも、少し、大学全般に関わることも、少し、紹介せ、して、いただいております。この工学部の方では、工学部ですね、機械、に絞って、少し、詳細に、ご紹介させていただければと思います。それでは、始めさせていただきます。で、福山大学ですが、福山大学はどこにあるかと言いますと、字のごとく、福山市にあるのですが、福山市でも、西の方ですね、福山市の西で、福山市の西には尾道市というのがありまして、もうそこのほぼ境界にあります。地図でここなんですが、尾道の駅がここにあります。で、尾道の駅までの方が、距離的には福山駅よりも近い、という立地に、あります。で、福山大学、学生さんは、広島県内、東部ですね、自宅、あるいは近くに、一人暮らししているというのが多いんですが、駅からですね、この松永駅というのが最寄り駅になるんですが、大学まで無料の送迎バスが出ておりまして、それを利用して、通学しているというのがかなり多いかなと、思います。そのような立地にある大学で、そこにある福山大学のキャンパスは、このようなキャンパスになっております。ここですね。山陽自動車道という高速道路がありまして、そのすぐ近くに、高速道路を走っておりますと、福山大学の看板が、キャンパスですね。キャンパスに看板があるのが、よく目に入る建物です。ここに、ですね、このように、多く、たくさんですね、建物があります。で、工学部というのは、このキャンパス内で言いますと、ここですね。ここと、この2箇所に分かれております。機械システム工学科は、ここですね。ここにあります。このキャンパスで言いますと、東ですかね。東の方に位置しているということになります。往復 しますと、おそらく20分ぐらいは、かかるぐらいの規模のキャンパスです。で、福山大学ですが、少し、遠隔の説明させていただきますと、広島県、東部にあります、文理ですね、文系と理系が、総合している大学ということですね。おそらく、東部では、唯一になるかと思います。で、開学は、1975年、昭和50年に、開学しています。で、それで、現在は、あ、ご、すみません、ご、学部で、構成されております。先ほどの経済学部、そして、人間文化学部で、今回紹介させていただきます工学部。で、工学部の次に、紹介が、あります。生命工学部。そして、薬学部という語学部で構成、されています。で、その工学部ですが、工学部は、4学科でこのように構成、されております。スマートシステム学科、建築学科、情報工学科、機械システム工学科と、この4学科で構成されていて、さらに、後ろには大学院もあります。で、機械システム工学科ですが、この4学科の一つで、定員が50名の学科になっております。で、続きまして、次から機械システム工学科の方に移らせていただきますが、機械システム工学科は、工学部でも新しい方だと思いますが、平成3年に、開学しております。
工学部では5番目に、開設された学科で、まあ、非常に、福山大学の中では新しい学科です。一番、古いのが、建築系ですね。土木学科だったと確か、土木と電気ですね。それは化学と同時に、開設されていたということですので、まあ、十数年後に、開設されているということです。で、先ほどの、全会計学科のお話にもありました通り、福山、備後地区ですね。福山大学のあります、備後地区というのは、産業が、まあ、非常に、盛んな、地域、です。ですので、企業ですね。機械系の企業も非常にたくさん立地しているというところで、後に説明させていただきます。求人も非常に多い学科となっています。じゃあ、続きましては、機械の話ですね。機械の話の方に、移らせていただきます。時間がありますので、少し丁寧に、説明、させていただきたいと思っております。まあ、機械、留学生の中にも、まあ、工学部を志望して、おられる中にも、まあ、工学部、全国で見ても非常に多くの、学科がありますが、機械、工学科というのは、一体何でしょうか、ということですが、そもそも機械というのは、一体、何なんでしょうかということですね。で、機械というのはですね、何かというと、ま、なんか感覚的に皆さん、分かったような、気がすると思うんですけど、一応、定義としてあるのは、機械というのはですね、物理的に、こう、物が動いて何か、役目を果たすものが機械だというふうに定義されております。例えば、この自動車ですね。自動車なんかでも、これは、動きますよね。で、動くことによって、人を運ぶとか、物を運ぶとか、いう役割を果たす。ということが機械ですね。新幹線も同じですね。飛行機も同じく、これ空を飛びます。で、これスペースシャトルですが、スペースシャトルは、宇宙空間まで行きますが、飛びますと。で、こちら、エスカレーターですね。エスカレーターもこれ人をこう上に運ぶという役割ですね。動きますので、これも機械だと。で、このま、電車関係で言いますと、これは自動改札機ですよね。これも、この開閉のところが動いたり、切符をこう、中でこう、動かします。ここで吸い取られて出てきますよね。そういう動きするということで、まあ、これも機械です。あるいはこの建築現場でよく見る、このクレーンですね。このクレーンなんかもこの物を吊り上げたりとかいう仕事をしますので、これも機械に分類されるということになりますので、まあ、機械というのはまあ非常にもう身の回りにたくさんあるということになります。で、その機械ですね。機械が発展すると、皆さんの生活の豊かさにまあ直結するようなものです。ということですね。例えば新幹線、とかでしたら、まあ、速くなれば、どんどん皆さんが便利になるということですね。これからは、新幹線、この線路をこう走るんじゃなくて、もうすぐ、リニアモーターで、走るんです。空中を浮いて走る電車という時代にもうすぐなるかというところになってきますので、まあ、技術の進歩とともに、どんどん豊かになるというところが、まあ、機械ですね。で、機械はですね、機械システム工学の知識、技術によって当然生み出されていきますというんですね。だから知識、技術が発展すれば、機械もより便利になっていくということになるということです。ですので、福山大学の工学の機械システム工学科では、このような機械を作る技術者ですね。そういうことを技術者として羽ばたいていってもらうための専門知識を教えると。ということを目標としております。で、ものづくりで書いておりますとおり、まあ、テクノロジーですね。まあ、それの産物ですと。で、人々の生活を豊かにしますと。で、先ほども言った通り、まあ、創意工夫の
結晶ですね。もう技術者の努力の賜物ですということです。で、機械工学というのは、ものづくりにおいて、まあ、基盤的な存在になります。ああ、こういう機械があって、まあ、その上に、まあ、電子だとか、情報だとかいうふうに、まあ、さらに上に乗っかってくる感じになりますが、まあ、その基盤になるような、学問分野になるということですね。そういうものが、機械システム工学科というものです。で、その機械システム工学科ですが、2023ですね、今年度から少し、カリキュラムを新しくして、教育をスタートしておりますので、そちらも少し、紹介させていただこうと思っております。で、カリキュラムですね、新しくして、その特徴なんですが、まず一つ目が、専門教育。こちらを充実します。で、続きましては、リアルものづくり教育。で、三つ目が、資格取得と。この三つを特徴として教育をしております。で、充実した専門教育と言いますのは、まあ、先ほどの機械工学の話にもありました通り、機械工学の発展には、学問的な裏付けがないと、発展しません。ということになりますので、機械系の大学を卒業する人は、まあ、それなりの専門教育を持っていないと対応できないという時代にも既になっております。で、機械工学というのは、まあ、非常に学問的にも、学問の発展的にも非常に古くて、産業革命の頃からも機械工学というのはありましたので、もう何百年という、まあ、歴史がある。ということですので、まあ、何百年分学問が進歩しているという分野にもなります。ですので、そのような学問分野ですね、重要なものをポイントに絞ってですね、こういうふうに、専門教育をやっております。機械工学では、いわゆる4力学、力学というものでも4つありまして、もうそれも当然、丁寧にですね、わかりやすく教育する。だけじゃなくて、応用分野も、教育をしております。ですね。で、さらには、まあ、応用領域ですね。まあ、設計。まあ、実際にその、学んだ学問を利用して、設計という作業に行きますので、そういうものも、しっかりと教えます。で、続きましては、プロジェクト授業。アクティブラーニングですね。そのような授業も、福山大学の工学部では、1年生の対象科目として、プロジェクト型授業として、未来工学プロジェクトというのを実施しております。これは、いくつかのプロジェクトを用意してですね、そのプロジェクトに参加したい、学生さんを募るということですね。だから、機械系もプロジェクト、自動車ですね。電気自動車のプロジェクトもあるんですが、そのプロジェクト参加したい人集まれといえば、まあ、多くの学科から集まってやるということです。建築学科からも参加するとか、そういうふうにしてプロジェクト型の授業ですね。学科横断型でやる授業とかもやっております。で、アクティブラーニング授業。もうこれもたくさんの授業に取り入れてやったりということで、もう学生が能動的にですね、学べるような場を作ってやっております。で、先ほど、ポイントの、二つ目で言いました、リアルものづくり教育ですね。こちらの方も少し、紹介、させていただこうと思います。このリアルものづくり、授業というのは、大学での、授業というのは、どうしてもこう、細切れ、型の授業になって、しまうのは多くの大学であると思います。例えば、先ほど言いました座学ですね。座学、こういう座学なら座学だけの授業をすると。それで実習なら実習だけの授業をするということですね。で、それぞれのつながりがよくわからないというようなことがあります。で、そういうこともありますので、この福山大学の機械システム工学科では、こういうものをものづくり過程を一貫した授業ですね。そういうものをこう実施しています。
で、それはリアルものづくり事業というふうに、で、これは何かというと、まあ、この今回の例ですけど、これはポンプと言いまして、羽車を回して水を汲み上げるポンプ、世の中にたくさんあると思います。で、このポンプを設計するという事業を、このリアルものづくり事業としてやります。具体的にちょっと紹介させていただきますと、まずはですね、学生一人にですね、どのような能力のポンプを作るかというのを、まず一人一人に与えるということをします。例えば、どれぐらいの流量でどれぐらいの圧力のポンプを作りなさいというふうに一人一人与えるんですね。で、与えたら、それに基づいて、設計をすると。今まで学んだ学問ですね。学問をもとに、数値を弾き出すと。で、それをこういうふうにコンピューターを用いて、3次元の図面にしていきます。これですね。ここに書いているように3次元の図面にします。もう今の時代はですね、今の時代というか、まあ、これからですね。これからの時代の学生さんはもう3次元での図面がもうおそらく必須になるという時代です。まあ、現在企業では2次元の図面も多いんですが、このように3次元で設計するのは今後の潮流になると思いますので、もうそれに対応して3次元でこう授業しているですね。で、それでした。あと、まあ、どうするかというと、こちらにあります通り、3D プリンターですね。3D プリンターで、モデルを作ります。で、これは何のためにするかというと、設計通りのものができているかということをここで確認するということですね。で、モデルを作ってそれを組み立てて、ちゃんと、できるか、動くかですね。そういうものもちゃんと確認すると。そういう、ここでフィードバック作業を繰り返すという作業があります。で、それが終わった後、実際の製品を、これも、3次元のマシニングセンターという、まあ、コンピューター制御の機械ですね。これで作るということをします。で、それで、作ったら、次ですね。最後は、それを、実際に性能評価する。最初にここでどういう性能のものを作りますということを与えましたので、それ通りのものができているかを評価をするということですね。そこまで活かして、ものづくりを体験する授業をするということです。個別の需要が非常に有機的につながった、授業ですね。これをします。ということです。で、こういうことをすると、まあ、企業に行っても実践力として非常に役立つということになります。で、続きましては、三つ目として、資格取得についても、紹介させていただきます。就職するにおいては、当然、資格というのはあった方が、当然有利になります。ということで、先ほども出てきました、図面を描く能力ですね。それを、測るような資格。あるいは、機械系の設計能力を、客観的に評価する資格ですね。こう、機械技術者、機械設計技術者ですね。とか、技術士というのはあるのですが、そういうものも、資格、取得の支援をしています。支援もですね、実際に授業としても支援をするということで、もうたくさんの人の、資格取得ですね。これを支援するような授業もしております。ですね。で、こちら、設備としては、こういう設備ですね、を持っておりますので、こういう設備を利用して、授業を進めていくということになります。で、教員免許ですね。教員免許も、取得することができます。で、続きまして、就職の方ですね。日本人も留学、今まで留学生の方もたくさん、本学科にも行われていますが、どちらも非常に就職率はいいです。で、こちら工学部のデータですけど、工学部は実就職ですね。これは2020年で全国1位だという客観的なデータ示されているとおり、まあ、就職率も非常にいいと。外系の就職率も非常にいい。で、日本人、留学生、問わずですね。こういうふうに就職先非常に幅広くあります。製造業、設計、開発、卸、販売、運輸、
あるいは、まあ、教育ですね。まあ、教員免許を取って教育というのもあります。あるいは、大学院ですね。大学院に進むという進路もあります。で、留学生とも一部ですね、母国へ帰るという、留学生もいて、ま、おりますが、この日本の企業就職するというのは非常に、比率的にも高いかなと、機械系は思います。で、この就職のデータとしてはこういうふうに、あります。こういうふうに、就職先ですね。大企業、あるいは中堅企業の就職率も非常に高いという非常に良好なデータがあるということです。で、あとですね、少し、残り時間はですね、学生募集のことについて、紹介させていただきたいと思います。ここに、募集人員ですね。留学生の募集人員は、若干名、ということで、募集をしております。先ほど、説明させていただきましたように、機械システム学校科では、まあ、50名、の定員ということで、留学生としては、まあ、若干名、募集させていただくということです。で、資格ですね。資格としては、要項に書いてあるとおり、まあ、非常に量は多いんですが、まあ、外国籍を有する人で、これらですね。これらの資格を持っている。続いては、この学生支援機構による留学生の日本語の試験ですね。その結果が利用できる方。で、3番目が日本に居住している方というのが出願の条件となります。で、続きましては、試験の日程になります。試験としましては、この第1期と、第1次と2次と、2つに分かれて実施をします。で、第1次は、10月の、2日から19日が出願期間で、試験日は、31日と、に試験をします。で、試験会場は、工学部は、福山大学の工学部の建物。で、もう一つは、東京会場でも実施をします。東京会場を希望する場合は、出願時に詳細はお知らせするということになります。で、試験としましては、面接ですね。日本文のリーディングを含む試験を実施します。で、選考方法ですが、選考方法は、出願処理。で、面接の結果ですね。それに基づいて総合的に選考させていただきます。で、合格発表は11月の6日に発表させていただくと。で、学内に掲示。で、合格者のみの本人についてさせていただきますね。手続きは11月24日までに実施、手続きをしていただくということになります。で、続きましては第2次の方ですが、2次も内容は、同じ、試験内容ですね。試験内容は同じになります。出願期間が、このように、1月9日から1月24日。で、試験日が2月5日月曜日ということになります。で、続きましては、この出願の際の処理です。これも、願書、受験票、卒業証書、証明書、まあ、この辺とか、成績証明書ですね。そして、日本語学校の成績証明書。まあ、この辺は、だいたいよくあっていいと思います。続きまして、これご注意いただきたいことは、日本留学試験受験票ですね。こちらの方も出願の際に必要になります。日本、学生支援機構ですね。これによる日本留学試験の科目を、受験していること。で、試験結果は本学から、日本学生支援機構に、紹介、させていただく、ということです。そのために利用させていただくということになります。で、機械システム工学科の場合は、これの日本語、そしてこの学生支援機構
ですね。これは日本語と数学のコース1、またはコース2ですね。これを受験していただいて、この結果を紹介させていただくということになります。で、この紹介する、この科目ですね。これは、学科によって、学部学科によって異なっておりますので、この点はご注意ください。機械システム工学科の場合は、こちらになります。で、続きましては、健康診断書、在留カード、宛名表、検定料と。まあ、この辺も出願の際に、必要になります。で、続きましては、料金の方ですね。授業料、書料金の方ですが、本学入学金は15万円。で、授業料は前期が44万円、後期が44万円ということで、合計88万円ということになります。ということで、この入学金と授業料を合わせますと、前期が59万円、後期が44万円。ということで合わせて、103万円というのが、所領金となります。で、こちらは、工学部の料金になります。これも、学部によって、料金が、上下いたします。以上が、説明で、少しもう一点、ちょっと、ご紹介させていただきたいのは、共有を、停止させていただきまして、もう一点、共有で、すいません。これですね。で、学科の、情報につきまして、もし、お知りになりたいという場合、学科ホームページ、ともありますが、YouTube の方で、学科独自のチャンネルも、開設しておりますので、こちらをご確認いただきますとですね、学科の様子というのがわかるのがいろいろ、挙げておりますので、例えば、授業の様子ですと、こういうふうにですね、先日行いました特別講演とか、あるいは、オープンキャンパスですね。開催したオープンキャンパスとかいろいろそういう様子が載っておりますので、そういうものを見ていただきますと、学科の様子も、よくわかるかと、思います。で、だいたい、ほぼ時間になったと思いますので、これで、機械システム工学科の説明の方を終了させていただきます。ありがとうございました。